先ほども26位の方にランキングしておりますけしましたけど、近藤房之助さんとのユニットですね、グッバイモーニング、いいですね、来ますよ来ますよ、宇徳恵子さんです、どうぞ。じゃあ移りましょう。はい、またね、ミケの時の感じとはちょっと違いますよね、これね、はい、今日黒い感じで、あ、初めて、僕はもう今年は初めてですね。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。なんか結構コンサート見に行ったりもうね、はい、そういう、あ、江口君は、あ、俺はもう初めてです。初めまして、江口君です。宇徳さん、さあ、ということなんですけどね、そうですよ、宇徳さんはね、ミケではミルディ山のなんていうんですか、雪というか塩というか中でね歌っていただきます、はい、寒かったんさん的ね、すごくありがとうございます、涼しかったですね、すみませんでした。それからですね、ご自身はもうこの100位の中に4曲入ってるんですよ、はい、いろんなところにまあコーラスの参加なんかもねありましてですね、すでに、78位の方では BB クイズですね、夢のエンドはいつ目覚まし、それから35位の方はミケですね、涙のバケーション入ってます、はい、それから26位にこの宇徳恵子さんと近藤房之助さんのグッバイモーニー、すいません、これ必ず歌うことにしてるんですけど、それから24位の方ではツインザ、先週ね、はい、歌っていただいたんですね、はい、ありがとうございました、4曲ですよ、お忙しいんじゃないでしょうか。はい、今はミケのレコーディングの真っ最中って感じで、はい、白目も綺麗ですねすいません、なんか今食い入るように見ちゃったんですけどそれではさっき撮ってきていただいたばっかりなんですよ、実はね、 VTR を運んでいただいてどうもありがとうございます。それでは見たいと思います、宇徳恵子&近藤房之助、グッバイモーニングです、どうぞ。
寂しさ胸の扉を叩いた君の瞳には僕が滲んで消えゆく愛を知ったこのまま君だけを奪い去りたいやがて朝の光訪れる前にそしてまたあの日見た夢を叶えよう二人素直なままの瞳でいつも
しい気持ちになる。目覚めて初めて気づく儚い
熱く語るあなたの夢を彼女のため what I find.
これで何度目だろう。今にも泣き出しそうな空の下で君を見つけた。迷わず僕は走った。締めていたね。その場で笑うメモリーズ輝き続けたままで、もしもこれが海ならば、君と出会うために生まれた。
宇徳英子さんでした。ありがとうございました。ヒーラーさん、ありがとうございました。ということで皆さん、天皇ステージをお付き合いいただきましてありがとうございました。
胸のときめき
I've loved them all.